プラマックのホルヘマルティンは、2024年にドゥカティ陣営に加わるマルク・マルケス、ブレシーニを倒すことができれば、自分が歴史上最高のライダーの一人だと考えられるようになるはずだと語った。マルティンは、ドゥカティのファクトリーライダーであるフランチェスコ・バニャイアとの激しいタイトル争いの末、2023年シーズンをランキング2位で終えた。マルティンは2024年、 バニャイアの3連覇を阻むライダーの最有力候補だといえるだろう。しかし、8度の世界王者に輝いたマルケスが加わったことで、ブカティ陣営内の争いもさらに激しくなるはずだ。マルティンはマルケスのブカティ入りについて、自身が元 g p の歴史に名を刻む上で非常に良い機会だと捉えている。2024年の目標は、バレンシア24ポイント差。 2023年のバニャイアとの差ではなくバレンシアを楽しめるだけのマージンを持って到達することだ。先月行われたダズンのドキュメンタリー番組のプレミアでマルティンはそう語った。とても長いシーズンになると思うしミスは許されないだろう。でもマルクがドゥカティに入るというもう一つの刺激があることは確かだ。とても興味深いものになるだろう。僕にとっては ととてもいいチャンスだと思うなぜならベストなライダーの一人あるいは史上最高のライバルを倒すチャンスがあるんだからね。もし彼に勝つことができたら自分も史上最高のライダーの一人だと思えるだろう。マルティンが2023年にチャンピオンを獲得していれば2024年に彼はドゥカティのファクトリーチームに昇格しバニャイアのチームメートになっていたといわれている。 マルティンは昇格が実現した場合に備えて、最終戦の後に同じバレンシアで行われたポストシーズンテストのために黒のつなぎを2着用意したと明かしたが、それについては、もう気にしていない、という。こんなこと言っていいのかわからないけど、バレンシアの日曜日には、月曜日に別のマシンに乗るときのために黒いオーバーオールを2着用意していたんだ。でもまあ、それの出番はなかったし、もう気にしない。 僕はチャンピオンになるために戦ったし、ペッコ、バニャイアの愛称にとても近づいた。プラマックのために戦ったんだ。チームのことを誇りに思うし、チームに残れることを誇らしいと思う。結局のところ、チャンピオンを獲得したら、移籍することになってチームには戻れなかったんだ。僕は彼らがまたチャンピオンシップのために戦うに値すると思うし、 それを手に入れるのにふさわしいチームだと思う。